はい、集合、集合、集合、はい、集合。はい、皆さん、お久しぶりです。北斗監督の、ゼノです。何負けたんだよ、おい。一点差で、一点差が一番辛いね、お前も。のそれで何今日で、ホークス、対高橋光成。8連敗だぞ。8連敗ってね、かもやないか。この目線から言ったらもう、ホークスちゃんもただのソフトバンクかもぜやと思う。本日の、ホークスの先発は、シュータ。シュータ。いや、まあ、全体的には、良かったよ、そりゃ。いや、良かった。普通に。打たせて取るピッチングでストレートもまあまあ急速出とったしテンポよく試合を作ってくれた。いやよかったよ本当に。まあ、なんせ初回にねいきなりジュリがバックスクリーンにホームランぶち込んでくれて先制と。しゃジュリもうたまらんあいつはほんま。わしの期待にいつも応えてくれる。まあそれでジュリの一発のおかげで幸先いいスタートが切れた思っとったらのその裏すぐにシュータがワイルドピッチで同点と。早い追いつかれるのが早すぎる。しかも普通に打たれるなら私もワイルドピッチはちょっと下線ちょっとわしは下線それは。まあともかく不慮の事故で同点された。ただその後は先ほども言った通りよかったきっちり試合作ってくれた。ただ友也や俺友也やりよったあいつソロホームランぶち込めと思う。やめてくれよ。せっかくシュータが頑張って投げとったのにあっさりと勝ち越すやめてくれよほんま。まあその後結局オフス打線1点も取れず1対2で負けた。もう最終回なんての先頭バッター1球でアウトになるしその後ゲッツーで即試合終了やしあっちまで試合陥落やもん。1日試合陥落や何もう撤収も早いし試合時間も早いし首位陥落も早いし早いねワイマジーかおい何もかも早すぎるねん。もうそんな形で親会社のアピールせんでええなほんま。勝てもええねん普通に。てかもう1日で試合陥落って何3日転下ですらないもん。三菱でもびっくりするよ腰抜かせよ三井でもの突っ込みどころ多すぎるわほんま。ただ過ぎてしまったもんもうしょうがないしょうがないからただ今日のことはしっかり受け止めて反省して消化して明日の勝利へと消化していただければわしは何も今の面白かった今の。まあというわけで C 陥落してしまったけれどこれからも皆さんにはわしらのことを応援してくださればなと思います。まあしょうがないそんな日もあるよ。勝つ日もあれば負ける日もある143試合もあるやんの。まあ今日はこの辺にしといたろうかな。今日からしばらくはわしの出番がないことを切に祈ります。それではまたいつか遠い未来にお会いしましょう。ほなまた、グラシアス。